引き続き、浄動の評価と前頭皮質の関係をおじさんが説明していきます。さらに、眼下前頭皮質は、浄動の学習において、学習内容を変更したり消去したりすることに関与することも見いだされています。ただし、各部位の機能については一つではなく、 部位間には双方向の情報の流れがあり、さらに複雑な処理が遂行されているようです。例えば、眼下前頭皮質については、人を対象とした損傷研究から、後に後天的に学習した複雑な刺激の評価に関与している可能性が示唆されており、変幻系をサポートして工事の常動的評価を遂行していることが推測されています。脳幹からは 偏炎系や前頭用に投射する乗降性の投射経路がありこうした投射により変炎系の活動が調整されています脳幹は行動身体反応を喚起するとともにその結果をフィードバックして上位部位の処理を調整している可能性が考えられます眼下前頭皮質と帯状皮質全部は変炎系と同時に浄動の評価に関わるとともに 変円形や視障下部、脳幹に出力を送って、評価や反応を制御する役割を担っています。眼下前頭皮質は目の後ろ側のあたりに位置しており、扁桃体などの変円形や視障下部、脳幹と双方向の結合を持っています。眼下前頭野を損傷した場合に起きうることが、 1>, 1回目に紹介したフィニアスゲージの症例です1848年にアメリカの東部バーモント州で起きた事故がきっかけで起こりました。鉄道敷設工事現場で誤って爆発が起こった際に25歳の現場主任だったゲージの頭部を先が尖った鉄の棒長さが1メートル以上直径3センチメートルが左方から入って情報へ貫通しました。 当時頭から出血しているゲージを見て誰もがもう助からないと思っていたようでしたが荷台に乗せて町医者のところへ連れて行くと失神から回復したゲージは自分で起き上がってきちんと医者と会話もできたそうです医者の手当の甲斐もあって傷も可能もせずに回復したものの左目の方は失明してしまいました言語障害や知的障害もなかったのですが 代わりにもはや彼はかつての彼でないと言われるほどパーソナリティが変わってしまいました。現場主任を務めるほど計画性に富んでエネルギッシュで理智的な人物が我慢が足らず、感ん持ちで他人に敬意を払わず下品な人物と変わってしまったのでした。仕事も続かずに転々とした後38歳で亡くなり冒険から。 貫通しししたた。棒の位置がが前頭用に原曲していることが分かりましたちょうどゲージが損傷した部位が眼下前頭皮質に当たるのではないかと考えられていますアントニオ・ダマシオラは眼下前頭皮質の損傷が情動の障害をもたらすと報告しています彼らは、 眼科下前頭皮質損傷患者を対象として、情動的あるいは中性的な社会場面のシーンを提示して、交感神経系の指標である皮膚電気反応を計測しました。その結果、健常統制群では、情動的なシーンに対する高い皮膚電気反応が見られましたが、眼科下前頭皮質損傷患者の方は、これが見られませんでした。ただし 衝突的な情動刺激である大きな音に対しては患者も健常者と同様に高い皮膚電気反応を示しましたこうした結果から眼下前頭皮質は情動において衝突的な刺激の評価や身体反応の表出ではなく後天的に学習した複雑な刺激の評価に関与している可能性が示唆されています また、スタークステインらは、眼下前頭皮質が浄動の抑制的な制御にも関与することも報告しています。彼らは脳損傷患者の浄動の状態の調査を行い、眼下前頭皮質を含む損傷患者において、現実離れした喜びを抱いたり、ちょっとしたことで起こったりといった、浄動抑制上の問題があったとのことです。また、グラフマンらは、 眼下前頭皮質損傷患者の攻撃行動について本人や家族に評定してもらい統制群に比べて高い攻撃行動を示されましたこういった知見から眼科下前頭皮質が情動を適切なレベルに抑制する役割を果たしていると考えることができます 以上をまとめると、情動の神経メカニズムの概要として、評価に変炎系が、行動、身体反応の喚気に支障株、脳幹が、制御に前頭葉が関わっていると考えられます。さらに、県を特異的な評価に大脳規定核、等が、調整に小脳が関わっていることが示唆されています。このほか 扁体・側座角の周辺領域や他領域との機能的ネットワークなどが関与していると考えられています。扁体・アマイグダラは側頭葉の前方内側に位置する辺縁系の神経核複合体です。名称はその形によるものでギリシャ語のアーモンドに由来する言葉です。 和名である変桃体の変桃モアーモンドを意味する言葉です。変桃体は、規定が異側核群、非質内側核群、中心核の3つに分けられます。変桃体への入力は、脳の全容の新皮質、海馬、帯状海なども含めて多くのさまざまな部位に由来します。大脳皮質あるいは皮質化の経路を経て、すべての感覚系からの信号が、 扁桃体、特にに定外側核群に取り込まれまれすそれぞれの感覚系は、扁桃体への異なる投射パターンを持っており、扁桃体内部での神経経路によって質の異なる感覚系からの情報が統合されます。2つの主要な経路は、副側扁桃体延伸時と分解状というは異足経路があり、扁桃体と視床下部を連絡しています。 扁頭体が浄動と関わるという強い証拠は動物実験や損傷研究から得られています。クリューバーとビューシーは、赤毛ザルに対する両側の側頭溶接所が浄動反応を低下させ、恐怖反応と攻撃性の欠如をもたらすことを報告しています。蛇のおもちゃといった恐怖刺激に平気で触ったり、 見知らぬ他個体と一緒の檻に入れると普通のサルであれば緊張して暴れるのですが平気で相手に近づきましたさらに性行動の異常な行進や物を何でも口に入れる傾向があったりなど顕著な情動障害が起こりましたこれら一連の症状をまとめてクリューバービューシー症候群と呼ばれています その他の動物でも両側扁桃体除去手術を受けた場合に恐怖と攻撃行動が大幅に減少し、ラットは猫に近づいて耳をかじる行動を示し、野生の大山猫も同様に飼い猫のように従順になるという報告もなされています。人における数多くの研究は、扁桃体を含む損傷によって、 恐怖の表情が認識できないいことを報告しています変桃体が選択的に損傷された人の症例の報告は少ないですが、ラルフ・エイド・ルフスラは1994年に30代の SM ・ SM046 と呼ばれるアメリカ人女性を研究しました。彼女はウルバッハ・ビーテ病という400例ほどしか報告されていない病気の患者で、 両側の扁桃体が選択的に切開化し、損傷していました。SM さんは、恐怖を感じることも難しく、そのため危険を察知することができず、何度も犯罪の被害に遭ったりと、社会生活に困難を抱えていました。最初に結婚した夫からは家庭内暴力を受けていたり、街中でナイフを突き立てられたことが少なくとも2度あり、 銃を突きつけられたことも二度あったそうです恐怖を感じることはありませんでした実験では健常者の多くが恐怖を感じる状況を体験しました心霊スポットウェーバリーヒルズサナトリウム重した超絶怖いアトラクションに行っても全く怖がらずスタッフに話しかけて逆に怖がらせたり ホラー映画「シャイニング」や「羊たちの沈黙」「ブレアウィッチプロジェクト」を見ても全く怖がらず「後で見たいから」と言ってタイトルを聞いたりしました恐怖以外の反応は示し興味や興奮幸福感や嫌悪感などの反応は示しましたペットショップでは「ヘビやクモタランチュラ」を見ても怖がらず触りたがって止められたりしました SM さんはネガティブな感情を経験することがなくどんな状況や他者に対してもポジティブな感情を経験していましたとても社交的友好的で他者に積極的に接近するという特徴がありました健常者はこの人は悪そうだな怖そうだなと見た目で判断し警戒できますが SM さんは他者の顔の信頼性と親しみやすさの判断が難しく無差別に近づいて声をかけてしまいますさらにパーソナルスペースの感覚が欠如しており見知らぬ人と鼻がくっつくくらい近づいても不快に感じることはありませんでした SM さんはパーソナルスペースの概念を理解しており他の人が近づかれたくないということは認識しています SM さんは他者の恐怖感情を認識することは困難でしたが目を見るように表示すれば正確に認識できましたまた他者への共感性は高く他者の痛みに敏感に気づくことができました SM さんの一連の症状から恐怖を感じることが危険を回避し身を守ることにつながることがわかります 扁体の活動は前頭の活動によってて調整さされれるといいう知見が報告されています。ハリリ、ブックハイマーマジオッタ2000は、恐怖と怒りの表情刺激を使って、視覚的なマッチングを要求する課題と、刺激の感情化について言語的にラベリングを要求する課題を行っている最中の脳活動を FMRI により測定し、比較しました。 その結果、視覚的マッチング課題では、両側の扁桃体が活動しましたが、言語ラベリング課題では扁桃体の活動は消失し、代わりに右の副外側前頭皮質の活動が見られました。この時、副外側前頭皮質と扁桃体の活動には負の相関が見られました。扁桃体の評価された感情的情報は、前頭によって抑制。 再評価することとが可能というわけですこの領域については眼下前頭皮質、肺外側前頭皮質、腹外側前頭皮質、いずれが関与するのか、左右の半球で違いがあるのかなどは議論され続けています。扁桃体の過剰な活動と前頭による抑制が困難となる症状が PTSD です。